ついに完結したパツスロー電鉄。次なる舞台は遥か大陸の地、その名もパツスロー三国志。パワーで圧倒する魏の曹操に中武一日二膳、優しいだけでなく決断力のある呉の尊権にマリモ、人に愛され人を魅了していく蜀の劉備に栗。戦いを制するのは神の化身か、新基準の鬼か、それとも巧みな話術か。この番組は中武まりも栗の3人がパツスロのサマイスをもとに行う国取り合戦、より多くの出玉を出した者が領土を拡大し、それに応じた褒美を得られるというシステムになっています。そうそう、だから3人同時実戦を1人ずつ放送する新スタイルの動画パツスロー三国志。ここを取れない、はいはい、ここから攻めていかなきゃ。第1演武は魏の曹操こと中武一日二膳が出陣。得意のゴッド凱旋で軽快に当たりを重ねていくが、蜀の劉備こと栗渾身のゴッド降臨により、おはようございます、いただきました、ふざけるな、窮地に追い込まれてしまう。頼んでねえぞ。北斗転生で起死回生を狙うも、パス、裁判打法聞いてます。結果はマイナス収支で無念の領土獲得ならず。無理でした、まあ、あとの2人が一戦目から国取りならずの波乱の展開、絶対不利な状況の中武に対して残りの2人はどういう戦術で立ち向かう。誰かの番を楽しみにしていてください。便宜上最初は魏、呉、蜀それぞれ1国あたり20の陣地を持っていることとし、5時間打って3枚が1枚でもプラスになれば OK。 その後は5001枚以上で2つ、1001枚以上で3つとなります。今回お邪魔するホールは千葉県佐倉市のパラッツォ静天様。お近くの方はぜひ遊びに来てくださいね。第2演武、新基準の鬼、呉の尊権マリモ。はい、私撮ったの秘宝伝レブ寝台ですね、今日収録日は、導入2日目なんで、まあもう本当ピカピカの寝台でございます。まあ、システムとしては今までの秘宝伝と基本は変わらないですね。チャンス目引いて、広角入れて広角で ART 当ててっていうような流れは変わらない。秘宝伝レブは 5.9 号機の A プラス ART タイプ、1ゲームあたりの純増約 1.9 枚、1000円あたりの回転数は31ゲーム、ボーナスと ART の合算確率は以下の通りとなっております。とりあえず今回初回の収録なんで、少なくとも自分のねマスというか陣地は失いたくないですね。誰かに一つ取られてもその分自分が一つ取り返せるぐらいはなっとかないと、最初から劣勢を強いられてしまうと大変ですからね。そういえばさっきねカメラマンに聞いたんですけど、なんか本当はね僕ね企画段階では劉備のあの蜀だったそうなんですよ。受け持ちというか受け持ちってもおかしいけど、でも孫権の呉に変わったらしいんですね。それなんでかっていうと、僕のカメラをやってくれてるヤスさんがヤスが蜀嫌いなんだってで呉に入れ替わったらしいんだけど、やっぱさ三国志って言うと劉備じゃないですか、日本で言うとね。孫権が多分一番地味だと思うんだよね。
リューピのライバルが曹操で、なんか孫権はなんか周りにいる人みたいなイメージなんですよ、まあ、俺の中ではね。一番そのなんか覇権争いのケツを走ってるみたいな。実際は孫権がナンバー2なんですけどね。やっぱ曹操とかね、劉備とかいいよね。カメラマンの好き嫌いでそこが変わるってちょっとなんか理不尽だなと思うんだけど、ね、まあでも孫権が最強だってことを知らしめてやりますよ、この番組をね通じて。理不尽な理由で尊敬になったマリも、言葉通り最強伝説を見せてくれるのか。フリさんがハーデス打ってたような気がするな。中竹さんも多分まあどっちかのことでしょう。出玉を本気出されたら2人にはちょっと勝てないんですけど、まあこけることも多いからね、ゴッド系は。飛砲伝レブがあの 5.9 号機なんで、どんなに出ても一撃で、まあ、3000枚いかないぐらいなんですよ。1500ゲーム有利区間っていう、その出玉を増やしていい出玉がそのプラスになる区間が1500ゲームが上限なんで。有利区間とは簡単に言うと ART で最大3000枚しか獲得できないことです。1ゲームあたりの純増が 2.0 枚以下なので、最大でも1500ゲームしか継続しないというわけですね。アイスもらいました。前回の中竹さんももらってましたよね。おい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 、だ切れてる。なんだよ、こんな暇あるのかって話よ。もらったんだよ、こんな暇があるのかって。何があったの、おいでよ。なんだよ、もうゆっくりアイス食おうと思ったの。こんなことやったら何あなたの国潰れますよ。早っ、初当たり、初当たり食ってんじゃん。こんな暇ないですよ。そんな見てる暇ない、溶けちゃうから。あ、そっか、そう、また俺圧勝しますよ。いいんですか。いただきます。ありがとうございます。まあいいよ、先に、まあ、出してもらってもいい、2人で潰そうぜ。結託してるから。お前さっき一緒に割りも潰そう。ゴッド揃い炸裂の栗の実戦は次回放送をご覧ください。一番最初潰しちゃっかんな。こけることも多いと言ってたハーデスがまさかの先生、これは予想外の展開。さて、そんなマリモの様子はというと、さあチャンス目引いたところで、一応いいステージで引いたんじゃないかな、いいステージに移行したばっかりの時に。ああここでチェリー、ああチャンスチェリー、ピラミッド止まりました。コンボどこまで行くんだ、赤くなった。ああクリアした、ああ行きました。やったやった、途中で引いたあのチャンスチェリーも良かったんですかね。さあ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 、15ゲーム30ゲーム無限のどれかです。まあ今までと変わんないですね、シリーズと一緒で、この最中に抽選をパスできればART 秘宝クエストでございます。ここもね、やっぱねチャンス役引いた方がいいんだろうな、ね、30とか20って多分30とか20ほど期待度ないと思うんだよね、今までのこと考えると。50ぐらいからは本当に熱くなってくるけど、20とか30はね、打ってる人をがっかりさせないための優しさだと思う。その意見には全く同意です。終わり終わり、ああ終わりか、残念、初降格、初降格率スカでございます。ただ
伝説モードって言って、高確率を高確率状態を、チャンス薬とかなしで抽選する状態。伝説モードは秘宝殿を代表する高確率がループする状態のこと。レブには伝説ミドルと伝説ロングが存在し、継続率はミドルだと約 50%、 ロングだと約 75% となっております。始まった。おお、あ、これ多分一番熱いやつじゃないかな。広角告知演出の中で一番熱いやつ、多分伝説上がったってことでしょうね。残念。あー、そう、2連続ですか。結局高確率はこれっきり、ミドルで2連だったんでしょうね。角台がね、昨日多分この台よりさらに出てなくて、朝2回 ART 入ってんだよね。こっちの方がいいのかな、移動してみようかな。よし、じゃあ角台に移動しよう。角台 ART 入ってますからね。もしかしたら広角にいっぱい入ってたのかもしれないから。 ART に入るかどうかはね、多分運なんですよ、引きというか。ただ広角に移行するかどうかは設定差があると思うから、ちょっといっぱい広角入ったんじゃないかという期待を元に移動します。はい、寝台で右も左もよくわからないので角台に移動しました。角台は朝早くに ART 入ってるんで、まあ、そこがね、広角に僕の今打ってた台入りましたけど、 ART 入ってりゃなおいいだろうみたいな。ここで中竹も当たったという報告が。一番当たりやすいとされる自分の台だけが今のところ当たってないっぽいです。普通にハーデス凱旋打ってた方が良かったかな。全く出る気配がないな。そんなに暇か、台に行ってくれよ。こんなに実戦に飽きるのをアピールするカメラマンもなかなかいないよ。軍師もボケっとしてしまう展開ですが、そんなマニモに大チャンスが到来。こんな何も起こんねえの。お、外れて、お願い。よし、チャンス目だ。わ、2ゲーム連続。今度はチェリー、あ、ボーナスゲッツ、ボーナスゲッツ。あ、しかもこれリプレイでもなんでもないんだ。なるほど、これリーチ目か。ああ、なんだっけこれ、レブボーナス。なんと初当たりがプレミアム。さあ、レブボーナスはプレミアムのボーナスで、112枚を超える払い出しで終わると、まあ、それはまあいいとして、通常時だと 70% 以上で ART が期待できるみたいですね。チャンス役がめちゃめちゃ出やすくなる。あ、出た、ドーン。あれ、はい、あれ、ただ100枚いかないぐらい取って終わりなのかな。赤いチャンス目、おっしゃー、やりました、ついに。でこの後は多分もう ART 確定してるんで、 ART 中ってこのアイテムをね、どんどん貯めていくんですけど、で貯めれば貯めるほど ART が有利になるんですが、おそらくはこの後はこっちの抽選が行われるんだと思われます。何せ引いたのが初めてなもんで。
これは必ずこの形になるのか。あ、なるほど、秘宝石ね。これの分だけガチャが回せると。10個食べると10連です。3つ。あ、滑った、滑りベル。あ、秘宝石何個？2個。ラスト赤、やっぱこの形になるんだ。秘宝石何個？1個。秘宝石4つとバストバースが3つ。持って秘宝クエストでございます。派手さは歴代ナンバーワンですね、見た目の派手さは。あ、星が多いほど簡単なマップだったと思います。あ、これ4なんで悪くないんじゃないかな。あ、しかもプラスだ、プラスがついてるとよりいいマップですね。で、ここにたどり着くとイベントが、ね、発生するんですよ。確かこのこれ建物みたいなところに行くとね。ART はゲーム数上乗せやセット数継続はなし。ライフがゼロになる前にマップをクリアすれば次セットに突入する自力継続型の ART です。アイテムがあればマップをクリアしやすくなるクエストタイプとなっております。で、この、ね、画面の上にライフがあるんですけど5個あります。これが全部なくなると ART が終わる。だから ART の終わるゲーム数は不定です。いつまで続くか分かんない。さあで、これで塔に、塔に行きました。始まりの塔で、ここでもしかしたらアイテムを取れるかもしれない。あ、取れた。さあマストバースが3つ、残り3ゲーム。いいね、いいね。あ、秘宝玉、秘宝石間違えちゃいけないね。あ、逃げられた。あ、ドラゴン、ドラゴンが出てまいりました。これ強いんじゃないかな。スイカ引いたよ。ビッグって、ビッグってことね。で、ART 中のビッグは消化中にアイテムゲットのチャンスでございます。このオーラの色が変わるほど期待度もアップだそうでございます。あ、ハート、ライフ回復、回復につながるアイテムでございました。いや、これ準備状態ないんじゃなかったかな。あ、そうそう、このまま始まるんだ。それがいいねっていうことで、コインが減らない。よし、この繰り返しですね。で、ライフを守りつつ、アイテムをいっぱい貯めてって、で、なんだっけ、魔法石じゃなくて何でしたっけ、秘宝石を貯めてやると、ガチャるということでございます。ということで最初のマップはクリア寸前。当たんねー。はい、クリアでございますよ。これに応じてあれか、なんかもらえたりもするんだって気がするな。あ、1個取れました。だから8個だ。なんかいろんなパターンがあるらしいんですよね。マップをクリアするとご褒美としていわゆるガチャが引けるんですよ。で、結果
ラストバース15個、セーフが1つかな。このアイテムで次のマップクリアを目指す仕組みです。さてここまでは順調な感じのマリモだったのですが、この後ライフがゴリゴリ削られて、あーまずい、終わってしまった。でも確かこの非宝石が残ってると、これでコンティニューがの可能性があるんだよね。確かにこれチャンスやって引けば復活じゃなかったかな、高確率で復活かな。あ、チャンス目来ました、復活うまくできてますね。はい、踏破、とりあえず2個はありますね。で、ランクが A だと何個、わあ3つ、とりあえず 5発、ライフが2つ回復して、メットとあとマストバースか。さあ3セット目といえばいいのかな。ここでどのダンジョンが選ばれるかが重要なんですが、ああダメだ、一番ダメなやつ、めっちゃ長い。まずい、終わる、ああ終わっちゃった。非宝石くれるのかないぞ今。1個だけくれるってことかな。残念、550枚。でここで押すとキャラが出てきて、これは多分デフォルトですね、うん、だから高設定確定キャラとかパターンか、全員集合とかねあるようでございます。今1万8000円使ってるんで、まあ、900枚投資してますから、901枚以上流すことができれば、誰かしらのどちらかのマスを一つ手に入れられると、自分のものにできるってことですね。滑った、いいじゃんいいじゃん、これで外れたらショックだな。いいじゃん、外れ目でダイヤ、チャンスだ、赤い、赤パターンもあるんだ今回は。いやボーナス当たってると思う、いいな、あー鉄板、やりましたよ。あ普通に、なるほどね、やりました。143ゲームで、2度目の秘宝クエスト ART です。あっさりと早いゲーム数で ART をゲット。出玉速度的にこれがラストチャンス。なんでそれを選んだんだろう。さあビッグボーナスでございます。なんか続いてますね。とそこへ現れたのはクリ。また入って、これね面白い。いや打ちたい、教えてよ。やだ。なんで。敵だから。いつからそんなやなやつだったんだよ。ゴッド引いたやつに教えることなんかないよ。教えろよ。一切知らねえんだから教えろよ。まあ企画的に敵同士ですからね。うわー、何のためのイベントだったの。おおおおおお、スイカ、ボーナスはボーナス、石、石も大事だけど、うわーボーナスタイ、わここで終わるか、終わった、終わっちゃいました。ここで何かをチャンス役を引きましょう。あー惜しい、ナビ出ちゃった、残念。やっぱりこれぐらいになるのかな。あーなるほどね、決して少なくはないと思いますよ。あー
ー結構引いたのにな。実戦時間も残りわずか、ギリギリプラスが目指せる状況でマリモが動く。藤子、これのビッグ、スーパービッグ結構でかいんで、枚数が RT もあるしね。ノーマルビッグも引き次第では300の後半も取れたりしますからね。なんとかビッグを連チャンさせたい。今日俺ボーダー3回しか引いてないもんな。おわ、来た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 、タイプライター、ベル外れです。どっから狙うかな。ちょっと王道な感じで左バー狙っちゃおうかな。じゃあ、あーここで来るか。あー熱い、よし、ビッグでございます。お見事、狙い通りにビッグ。スーパーならでかいが、果たして。よし、スーパービッグだ。385ゲームで、いやー来ましたね。あ、音変えられるの忘れた。まあいっか。すげー減るなこの RP ものすごい減って、普通に通常時と変わんねえんだけど。こんなダメな RT 初めてかも。この後レギュラーを1回引いて実戦終了。果たして結果は。さあ第2話終わりました。私のパートが終わったんですけども、ですね、長竹さんは取れてないということで、変わらずですね、国取り票変わらずで、私5なんで、まあ、取られてないんでそのままなんですけど、僕もね投資が900枚かなで690枚ぐらいだったんで取れなかったんです、残念ながら。なんでこの2人は変わんないですね。長竹さん僕も変わらない。でも栗さんがどうなるのかっていう感じなんですけど、ちょっとね、今日は何がいけなかったんでしょうね。一応引けたんですけどね、なんかプレミアムボーナスも引いてたみたいなんですよ、多分。で栗さんがなんか調子良かったっぽいんでね、どうなんですかね、平等にやってくれるんですかねでもしかしたら飲まれてるかもしれないから、まあ、第3話この後栗さんのパートですけどね、飲まれてたらまあいいかなと。集中攻撃されるとやばいですよね、2人からこうね、まずは潰そうぜみたいな、まあ、そうならない、まあ、そういうね計画性のあるやつらじゃないから、まあ、僕も含めてですけど多分そういう風にならないとすぐ裏切るから大丈夫だと思います。ということで第2演武も勢力図に変化なしという結果に。さあということで今回も、前回の長竹さんのパートで引き続き、国取りならずということで、ただパチスロを打っただけになりましたが、3話目の栗さんは果たしてどうなるのか、なんかねいい感じの音も聞こえてきましたけども、さあ果たしてどうなるのかお楽しみに。第3演武は食の劉備栗の実戦をお届け。十分取れてハーデスでゴッド揃いを炸裂させ、他の2人に比べ有利すぎる展開。どこの国を緑に染めてしまうのか、それでは次回もお楽しみに。よし、まあ、あれ以上戸田正信がお送りいたしました。